はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はメカニクス野手でやっていきます。8月の2週になってますけれども、虫歯だったんでとりあえず1週で治ったんで続けていきます。このままデッキはこんな感じです。違うを入れてます。あとなごみちゃんをお借りしているんですけれども、まあ、なごみちゃんはね、甲子園決勝まで行けば最後パワーヒッターのコツを3でくれるんですけど、まあ、友沢とかが入ってるんでね、パワーヒは割と安定してると思うので、まあエピローグ前に取れるかなとは思います。でパワーアピールにして、で走力をねちょっと欲しいんで走力キャラ2人入れてます。であと心配なのは金徳不確定がね3人いるんですよ。まあ、トシ君はね結構確率高いんでいいんですけど、友沢がね微妙なのと、あとモフモフもね割と微妙な成功率だと思うんで、まあここら辺がどこまで成功できるかというところですね。でロジカルマップについてはマップが開放されたらちょっと見ていきましょう。これもなんかなんかだなまあまともを上げていくか。でなごみちゃんはねこういうところでちょいちょい評価が上がってくんで、今回お守りは持ってきてないです。でロジカルマップはこんな感じですね。で自分はね結構トシ君がねいいと思ってて、まあ、トシ君となごみちゃんのペア、トシ君はね上限アップ持ってるんですよ。でここの上限アップにたどり着くためにはこれを取んなきゃいけないんですよ。このパワー6っていうの、これね55必要なんで、今45じゃないですか。ってことは上限アップが2つ必要で、まずトシ君のこの上限アップで5を上げるでしょ。でさらに、なごみちゃんのこっちで5を上げて55にして、ここの上限アップが取れるようになると。でかつなごみちゃんとトシ君って内野安打が被ってるんで内野安打王が発動してます。とあとマトモザワですね。マトモザワ結構いいと思って、まず広角打法を持ってるんですよね。マトモザワに広角打法がつくと、まあ、かなり使いやすいですよね。あとね連打のコツが3である。で連打のコツってなごみちゃんの開骨になってるんで、まあ、これも相性いいかなと。であと他の人たちって何あそうこれ定休室だ。で違うねもともと入れてこようっていう、ところだったんですけど、違う一応パワーヒッターコツ1ここにあります。あとなんかあるこれ初級とか持ってんだ普通に。そうあと競争心ねトシ君持ってるんで、競争心をねここちょっと取りたいんですけど、マップをね開けなきゃいけないっていうのがあるんですけど、これ取って友沢がね成功すればかなり経験点は軽減できるかなというところで、まあ、なかなかね悪くないんじゃないかなこの編成と思ってます。まあ、そうか、あと金徳のね不確定っていうところの要素があるのか、まあ、それが何気にねでかいんだけどね、金徳不確定組っていうのは。友沢に至ってはね2回判定があるからね。メンタル6どうしようかな。なごみちゃんがいるね。なごみちゃん今回ないからね。これポイント全く手に入んないわ。こっちにしよう。友沢コツアベレージヒッター、まあアベレージヒッターでいいかな。23あふれるっちゃあふれるね。なので、まずはこの評価を取りましょう。臨床を取って、で、この評価アップを取って、なごみちゃん、ここにいるか。てか、なごみちゃん、なんで単独でしかいないの？さすがにね、ロジカルポイント0っていうのはね、メカニクスにとっては結構痛手なんで、で、このね、通常イベントは、リュウジ君の様子を見に行くと、パワヒのコツをもらえるんで、これも悪くないっすよね。27でかいね。血がのコツか。これやりたいね。12%。なごみちゃんは特にいなかったから、なんでアイテムをね実は持ってきてるんですよね。カロリーバーどうしようかな。ちょっと早いかな使うの。これ回復って必要ポイント15 35必要か。無理だな。じゃちょっとまずはこっちの方を開ける意味合いでここをやって、でメンタルが5か。いやーこれでも美味しいよな。使っちゃおう。よし、
あ、ルール覚えろ。これ結構いいイベントだよね。体力回復できるんで。28があるね。ただなごみちゃんもそろそろ上げていかないとまずいかな。28は美味しいんだけどな。補給6は取っておいて、ここのことってない。あ、チャンスか。悪くないね。なごみちゃんだな。ちょっと上げとこう。やっぱりもう1回くらい練習しないと無理かな。頼むぞ、サクヤ。20だね、振り子。監督評価も気にしとかないといけないんで、ここは。で、なごみちゃんのエクササイズ。これは軽量化あたりで評価が増えるかな。ちょっとわかんない、増えた。なごみちゃんはね、すげえ技術くれるキャラなんですよね。23か。でもこの2人も上げときたいんだよね。一旦初級を掴んでおいて、いや、ここはやっぱ評価だな。19取れれば全然上々でしょう。5体力が削られた。これは何がいいの。経験点で選ぶって感じ。とりあえずリュウジに聞いてみよう。割と経験点くれるね、普通のイベントにしては。3は29。これはちょっとカロリー案件ではないよな。まだ10月だからね。ところでなごみちゃんどうだった、さっき評価を確認していこう。その他関係者。うわー、まだ足りねえわー。もう1回練習が必要だ。で、上限アップさせて、筋力を上げて、あ、これ何？あ、守備レベルか。守備レはいないけど、まあ上げるだけ上げとく。でこっちかこっちかっていったらちょっと評価下が必要だから、体力は減っちゃうんだけど、守備レはやっときましょう。もう10月の4週か。ちょっと待って、これおお、いいね。なんとか突破した。ここはなごみちゃん、いや、なごみちゃんだよね。もうこれやるしかないよ。前エビキャラだからね、なごみちゃんは。ちょっと骨格が怖い。ただまあ普通の方のイベントはもう発生してるんで、なごみちゃんが来てくれればな。で、この上限も取っておこう。よし、これで55になったんで、あとはとりあえず右上をこう目指していくと。足りてるよね、なごみちゃん。さすがに。あ、これで一応開けられるんだよね、マスが。あ、今回はちょっと、あれ、これって代打か。代打いらないな。こうやって、ここは開ければさ、こうやっていけるよねと思ったけど、ちょっと効率は良くないからな。精神、あの5か。あ、25。これはもうここだな。精神25は、こいつがどんどん進んでいくだけで、なごみちゃんの、さっきはもう完全に終わったよね。なごみちゃんいるけど、どうしようかな。まあ、まずはやっぱり右上を目指していこう。ロボロヒッターも取るでしょ。精神アップか。悪くないね。どれだっけ。あー、まあ、タックをしつつ、ホムラちゃんが乗ってないのか。もう11月3週、次4週。おいしい。さあ、ホムラちゃんか。早いね、ここら辺進みが。23、20。まあ20でいいよね。スカウトさんもよし。チガが評価乗ってない。友沢のコツがあるけど、もうここは本当にロジカルポイントなんで、
メンタルが2も上がるのか。メンタル3か。どうよ俺の足全然しょぼいけどね。よーし、来た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 。でなごみちゃんのね告白のいいところはレーザービームを取れるっていうところなので外野できてます。11タックで11、あタックで11やったらもうここだな。タックだねこれは。でコツ10、あー違うガイド、いいね。ここが取れないのか、どうする。敏捷20、あんまりポイントを使いたくないから10。55ってでもマックスにならないとそもそも取れないのか。じゃあこれマックスにしよう。うん、しょうがない、これはしょうがない。で違うの通常イベントですね。一番上がセカスだから積極盗塁、積極走塁、なんかそんなやつどっちか分かんない。ジットマツがミート対応、積極打法、いや積極打法じゃなくて慎重打法、いやミート対応だった気がする。で一番下が回復して代打、大体俺はこれ選んでる。で筋力上げよう、これはもったいないからね。6はさすがにでかいからね。58、まあいいや、限界までちょっとやろう。でまた上げていきましょう。23、さすがにこれだな。友澤くん来たね、これはマジで成功してもらいたいよ。そうクリスマスね、これも競争心もらえるんで、ここもね友澤と相性がいいと思うんですよね。11の10 21、どうする。コツはやっぱり欲しいからね。筋力足んなくなりそうだけどな。トシ君どうしようかな、初級とかだってあるしね、マップで。パワーヒッター、これはでかい。頼む大吉を出てくれ。よーし OK。 6 11 13、うんーどうしようか。33か、肩ブーストってどこにあるんだっけ。ここか、ダイナね、ダイナなんてねいらないっちゃいらないからね。こっちも進んではいきたいんだよな。どうしようかな、何にも取らずに普通に肩やるか。で技術はね多分大丈夫だと思うんだよね。なごみちゃんが技術くれて、友澤も結構技術稼げるキャラなん で内野安打があるからね、割とね早くなりたいんだよねやっぱり。ゲろくなものがない、ろくなものがないときはデートをしよう。メカニクスもね結構デートが詰まる高校ではあるんで、消化できるところで消化しておきましょう。で技術40とかくれるもんね。コツあり、3か、3はちょっと無理だな。23 11、監督もいるしな。カジバのバカ力、あそうそう言ってなかったと思うけどこいつカジバのバカ力なんですよ。で逆胸骨を自分で持ってるんで、おこれは6か、どうする。6 11、あコツスカウト、パワヒがな、もう4でしょ、安倍ヒもな3でしょ。いや取って経験点にしよう、回復しつつ。よし敏捷ポイントもらえるし、これはダメなんじゃないかにして進めていきます。20いいね。19、あこれは肩だな。
いや、やっぱさすがに技術稼げるね、友澤は。どうよ、 OKOKOK。 まあ、トシ君はね、大体ここ通過できるんで、なごみちゃんに関しては虫歯にならなきゃ OK。 もうすでに1回虫歯になってるからね、一番最初で。さっきもね、技術60くらいくれたよね。なごみちゃんはほんと技術くれるんで、鉄骨3、友澤の315。1、2、3、4人か。なんかブーストかけても良さそうな気がするけどな、守備ブースト。そんなのなかった。俺の妄想だった。あ、あったあったあった。そうそう。これで開けたいんだよね、要は隣を。守備は別にタック組める人がいないんで、開けられるときに開けておきましょう。まあまあまあ、このくらい100以上増えるからね。全然いいと思います。なごみちゃんはね、確か喧嘩を止めてくれるはずなく、なんか前も言ったけどさ、22か。ここら辺全然しょぼいなと思ったら、そう、結局メンタルやるからね、デートが進まなくなるんだよね。いやでもこれやるでしょ。おお、ダメだったか。3 11 15。まあこれはこれだな。ちょっとさよなら男は掴んでおこう。さよなら、さよなら、どこだ。初級も別に2でいいでしょ。何気に本当に筋力足りてねえな。やばいんじゃないか。どうする、58あるってことは、まあ、とりあえずもうこれを取っておこう。あー待って、ブーストかけたい気もするね。ちょっと見る。3人か。いや、ブーストかけちゃおう。1回2つあるからね、ここら辺でいっぱい稼げるけど、ちょっとこっちを開けよう。隣のマスがある関係で、精神レベルとか、これはいいや、取らなくて。精神レベルの方ね。よし、これでいこう。ロジカルブーッと。人が若干少なかったけど、さて27。あふれんばかりだね、あふれんばかりの27だね。どうしようか。何だった、ちなみに練習。肩か。どうしようかな。こっちほんと進んでいきたいんだよね。ミートか。ちょっとミートあげる。多分筋力は足りるはず。C にしておこう。よし、これでミートを上げていこう。で、右へ進んでいく。あー、上昇がある。あー、パワーヒッター、そりゃ取ってなかったわ。おお、寝よう。元気になりたい。普通に行きます、普通。ガー、失敗しなかった、ざっけんな。マジか。まあそういうこともあるんだけどさ、デートしていくか、ここで。じゃあ カロリーバー。小村ちゃんが終わった。なんかいいのがあったらカロリー案件。無理だな、もう一回デッドしよう。大丈夫の、寝る手術ってどれくらい。 90% くらいはあると思うんだけどね。本当に滅多なことじゃ失敗しないよね。これ頼むよ。よし、とりあえずここ通過。もう一回通過しないといけないからね。代打か。総力は上げておいて、 E に揃えておこう。精神が全然足りないわ。精神マス何個かあったよね。あれを回収していこう。
だ技術は大丈夫なはず、本当に。お姉ちゃん燃えている、お姉ちゃんが燃えている、やばい、取られてしまった。もう一回待ってこい。よし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 、評価下がるのだけ勘弁してほしいかな。ゲー、評価下がりそう。一回も出なかった。めっちゃ下げられた、ひどい。ロジカルポイント分かった、勝ったから。監督107か、どっかで練習しとかないとまずいよな。これはここだな。ロジカルマップを進めていこう。筋力くれ、筋力欲しい。内野安打も欲しい。筋トクがあるからね、取っとかないとね。怪我か、骨格打法も取っておこう。いやーちょっと大丈夫に、マジで調子崩されたな。何にもない、何にもないということは、あー監督とかもいるわけじゃない。メンタル、これはなだめる、これで精神手に入るよね。よし、これも指示を出す、これでちょっとだけどロジカルポイントが手に入る。10、あー18の監督、これ一回ちょっと監督やっとこう。追加の監督がなかった、頼むよ。これよし、掴んだ。これは先生の話を聞く、どう上がる。おいいねいいね、なごみちゃんの評価も上がった。お27、悪くないね。ちょっと取り戻していけ、怪我ゼロか、怪我ゼロなんてもうやんないからな。とりあえず連打は欲しい。30いくつでしょう、27。メンタルってちなみに全然ダメだな。まあ、ただ火をつけよう。これは体力を減らして怪我ゼロをやる。おおなごみちゃんナイス、体力が回復しちゃったけど、まあ監督は乗った、監督は乗った。体力を減らしたいんだよ俺は今。ちょっと待って、これ内野安打を取ろう。15、どうしようこれ、節約しよう。もう4月4週だからね、あんまり上限増やしてもしょうがないっちゃしょうがないけど。14、6か、また微妙だな。使っちゃうか、もういいや、使っちゃおう。もうとにかく進行していかなくては。これなんだっけ、あパワーヒアもういらねえんだ。競争心も欲しいんだよな。ロジカルなんちゃらが足りなそうだな。こうやって進んでいくんでしょ、すげえ無理っぽいな。怪我ゼロ使ったけどさ、いいや、デートしよう。もう2回デートしないといけないからね。まあ、一応ねメカニクスは最後の最後までマップが開いてるからね、それはいいところだよね。18だな。もうとにかくロジカルポイント狙い、いけるいける。19、うーんいや19だな。最悪のケース。なんかすげえ敏捷に来てんね。カロリー案件になるからね。いやこっちじゃない、間違えた。開くのはロジカルマップ。いやこれ高えわ、総力プラス8、ここで敏捷があってこれも60必要じゃん。そんな無理だわ、筋力が足んねえから筋力も欲しいんだよね。あれ俺ちなみにさ、これも取んなきゃいけないよね。で精神足んないって言ってたよね。
競争心。あーでももう3本もう持ってるのか。いいや、やろう。最悪ちょっと低級室諦めよう。でここはちょっとカロリー案件、カロリー案件にして21をゲットする。でこれは信じてみる。これメンタルどう？ 10、 まああればいいか。コツくれ。よし、窮地。27。めちゃくちゃ来てんな、走塁めちゃくちゃ来てんな。あーでもこれで23はいいよね。メンタル1つ23。これは入らないか。あ、これなんか開くんだよね。開けるとしたらどうする？ここら辺なんか開けてきた気がするんだけどな。こうこうこう、あれ定休室だとかあるけどさ、コツなんてどこにある？ローボールヒッターのコツ、違うか持ってたんだっけ。なんかもう分かんなくなっちゃった。まあいいや、これ開けとこう。いやこっちから攻めてく。これがきついんだよね。だこれだ、これを開けよう。肩ブーストか。よしよしよし、なごみちゃんの評価が上がってくね。いいね。28、22。どうしよう、ここから行くか。肩ブースト30、これも55か。ちょっと待って、総力溢れそうじゃん、もしかして。ちょっと B にしておこう。やっぱり技術は余ってるよね。28、もうこれ。これどうしようかな。ちょっと体力下がっちゃうけど、なごみちゃんの評価を上げようと思ったらもうマックスか。これはちょっと微妙だね。なごみちゃんのデートで終わらせちゃおう。これもできれば成功してもらいたいけど、多いね。鶴瓶も結構重いからね。21。よし、これはここだな。その前にさ、ちょっと待ってね、パワー B は欲しいよね。この B 欲しいよね。ギリギリだけど。いろんな人が重なってたから結構ポイントも高かったな。メカニクスはね結構弱いからね、そこだけが心配だよ。お待たせいたしました。俺が点を取んなくては。一応パワーヒは取ったかね。ムードもいいし。いやー、サクスペだとねガン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 打てんのにね。これがパワープロ2018になると途端に打てなくなる。やっぱロックオンの性能なんだろうな。だいぶロックオンに助けられてると思う。18、総力は5、12。ここだな。打て。よーし。てかさ、コツ掴んで泣くね。う
わー、どうなんだろうな。 18% とか、これ一回寝なきゃいけないか。肩ブーストをやりたい、肩ブーストをやりたいね。肩にあるか、 18% か。でもなー、5しか手に入んねえしな。一回寝る、間に合うかこれ。低級室は無理かな。あと3回練習して20、20、20くらいずつもらえれば定休室までいけるけどな。0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という、打ったこれはいいよ。何だかんだで、でも分岐も足りてないからね。経験点も欲しいんだよね、本来だったら。まあ、次に肩にねいいのが来てくれれば肩ブーストかけつつポイントを消耗できるんだけど。8回の裏、メカニクス攻撃に入ります。先頭バッターは芦川、今日7打点を挙げています。7打点とか、投球これから2球目。すげえなっていうか、その一般的にだけど。友沢かー、肩21、肩ブーストかけよう。まず肩ブーストをかけます。あ、取れそうだね、全然取れそうだったわ。で、もう一回練習しなきゃダメか。7、14、溢れるといえば溢れるけど、いいや、マックスにしとこう。13、ちょっと金徳を取りに行こう。競争心で切磋琢磨3だとこれか、まあ悪くないね。鶴瓶も3の3か。あれ、ムード丸って俺じゃなかった、ローグルヒタテストとこ。カジバだよね、やっぱり骸骨を取ってないからね。内野安打、あ、もう2塁いいっしょ、別に広角取っとこう。アーティストはもうちょっと最後の経験点で取るとして、しまった。ジャストミート。絶好のチャンスだったのに今の。追う展開で迎える4回です。怖いな。ちょっと怖いな。攻撃に入ります。トップバッターは芦川。投げた。来た。行った。入った。おお、怖い。本当に。9回で点を入れられるとか。満タンになって、本当はね、だからこれのねポイント取りたいんだよね。270とか超でかいしね。まあでもせっかくだし金とくとこう。このコツはもうちょっともったいなかったな。あー違うか、対エースがあるんだよね確か。24で30いくつになるか。もう一回これ練習してもう一回使えるからね。いやでもちょっとこっちにかけよう。おー練習会、あ、筋力足りてないからいっか。204、まあじゃあちょっとアーティストを取っとこう。もうで、まあ、最後の最後にあれが来るかもしんないからね、コツが。お待たせいたしました。メカニクスの場合はねポイントに走るからさ、コツがね少し回収できないことがあるんで。なんかちょっと打撃の調子がよろしくない。
最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。打った、これは強烈、いったー。6回の裏、メカニクス攻撃に入ります。先頭バッターは芦川、危ない球。第2球打ちました、痛烈、いったー。2本目、もう一本とかパピオになってるな、威圧感だからだいぶ。だいぶミートが小さかったけど、まあいっか。さて、あ、そうか、これがあって、これが起これば多分最後にあれくれるんだよね。14とかあんの、なんか取れんの。これしかないけど、パワーヒッターいらねえし。いやー、やっぱりでもこっちのポイント取っときゃよかったかな。最後の最後に志賀くん、でまず取んなきゃいけないのは火事場取っとくでしょ。定休室だ、定休室だ、精神使わない分よかったね。でせっかくだからちょっと総力上げておいて、肩は C にしておいて、いやー足りねえな、全然足りねえな。で守備 B にしておこう。技術が余ってるね、やっぱり技術余ってるね。困った時の例のが打球伸びが取れねえ、何が足りない、キルが読むしかねえじゃん。やっぱり的友沢と和美ちゃんの2人でだいぶ技術稼げてるよね。お待たせ、ただね、メカニクス、ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で芦川、セカンドランナーちらっと見た、投げました、これは見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。投球は3球目、投げました、直球決まってストライク、伸びのあるストレート、だいぶチャンスのある投球ストレートだったね。外角低め、伸ばしてしまった、カットボールが外れてボール、カウントは2ボール2ストライク、投げました、これはいい当たりだ、入れば逆転だ。そうか、うちのキャッチャーとしくんか。同点で迎える3回です。先ほどスリーランホームランを放っている芦川、危ない球、投球これから2球目、打ったこれはこれ、いった、はいはい、メカニクス追加点のチャンスです。まだこいつ頑張って、トシ君と友沢の出塁率が半端ないんだけど、ボールは中継、同点、同点で迎える7回です。今日2本のホームランを放っている芦川、アウトロー、おお、入れても来なかった、ギリギリだね。第2球、まあ、振らなかったけどさ、投げました、フォークボール見送ってストライク、すげえ際どいとこ投げてくんね。第3球を投げた、ボール、カウンター2ボール1ストライクです。しまった、フォークか。第5球投げた、これは知れるね、ボール、カウントは3ボール2ストライク、投げた、無理だ、これは引っ掛けた、水谷ベースカバー、おい、めっちゃ点入れられてんな。もう一本打ちたかったね、やっぱり。3位か、しかもなんか打撃不振だったからね。まあ、ここでなごみちゃんはポイントいっぱいくれて、パワーヒッターのコツもういらん。まあ経験点としてはね、金徳に走ったからね、やっぱりそうすると経験点ちょっと伸びないよね。肩は B にしておこう、Q は C にしておこう。で技術が余ってるからやっぱり打球伸びは取っておこう。もう一個取っていいよね。で帳尻合わせ取るでしょ、せっかくだからレーザービームも取っておくでしょ。他キャケット取んないとね、固め、早球チャンス、ちょいちょいちょいとは待ってるけど、ゲッツ、いやこれはなんか
肩上げてった方が経験点的には使えるかな。どうだろうな。気分屋はもうマジでいらないかな。うん、肩で、補給上げて、よし、まあ、こんなもんでいいでしょう。という感じですね。まあ、経験点を取っていかないと経験点は伸びないかな、やっぱり。まあ、かといってね、金徳、どうだろうね、金徳はやっぱ1つ、2つ取ろうとすると結構厳しい感じがするんで、まあ、金徳はプラス1個で、あとは経験点を伸ばしていくっていう方がもしかしたらいいかもしれないですね。まあ、ちょっとそれは、まあ、他にも何回かやっていろいろ試していきたいと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。現在パワチャンではペナント用の選手を募集しています。動画の説明欄に詳細のリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さんのご応募お待ちしております。